こんにちは。まあ YouTuber はね楽して稼いでると思われがちですし IT 関連の会社ってのは濡れてに泡というふうに勘違いされがちなんですけどもいや観点で稼げると思うならやってみればいいんですけども多分やろうと思わないその参入障壁の高さ心理的にもテクノロジー的にもねやっぱあるんでしょうねわざわざ難しいことやって稼げない苦労を背負いたい人ってあんまりいないんですけども、まあ、さまざまね理屈をつけるんですよ 好きでやってるんですとかね、なんかこうお客さんがいるんでとかね、うん、まあ勝手にすればいいと思いますけども、まあ、人生の無駄遣いをしたい人はいるもんです。今回はね細木和子さんの言葉なんですけども、人生で無駄なことは何一つありませんっていう風に言ってくれるんですよ。でこれで多くの人はホッとするんですけども、肝心なのは下の句なんですよ。これね、人生で無駄なことは何一つありません。でも人生を無駄にする人はあまたいるんですって。 無駄なものはないはずなのに何もかもを無駄にしてるんですよ通り過ぎちゃってるんですよまあ例えばねすごく近くに学べる人がいるのにいつまでたっても進歩しない人がいたりとかね本当は絶対に一緒に関わっているべきではない人なのにその質の悪い人と楽しい関わりを持ってしまったりとかねで人生を無駄にするんですよねやっぱりあのやっぱり質の悪い 人生とか習慣っていうのは質の悪いことをしてる人には気づきにくいんですよね。それが個性だとか自由っていう言葉にすり替えられてしまうんですよ。まあでもね、やっぱりね、人に迷惑をかけてるわけじゃないっていう人に限って、その発言自体が迷惑なんですよね。誰にも迷惑かけてないからいいじゃないか。いや、お前迷惑なんだよ、みたいな。その辺からわかんないんですよね。まああとね、その、 y o u t u b e ブユーチューバ r とか言ってあの意味のない発信してる人がいるっていう評価があるのはもちろんなんですけどもいや意味のない評価なんだったら再生数はゼロのはずなんですよ。そここににででも再生すするるる人がいっっててとは誰かのためになってるんよねあとはその活動が自分のこう生活や生命を守るほどのものになってるかっていう天秤はかけないといけないですよね。 あのやっぱ好きだからやっているっていう人の中にも自分の暮らしが成り立たない人っているんですよ。で、誰かに恩ぶに抱っこして気づかない人もいて、もうそれもね、無駄が、無駄なことをやっていて気づかないことのいい例なんですけどね。もう残念ながら、あの、向いてないのに好きな人っているんですよね。これ痛々しいんですけども、ものすごく好きでやってるんですけど、向いてないんですよ。だからその好きなことをちょっと手放して、もうちょっとね、好きな度合いを落とすようなことをやってみれば、もう割と、 まあ人生好転したりとかねその3番目4番目にぐらいにしか好きではなかったものが実はものすごく高い魅力にあることを気づいたりとかねそこで人生のの変わっていくんですよあのやっぱこう好きなことをこれは手放した方がいいなと思って手放すからこそあの無駄なものがね無駄じゃないように扱えていくってことになるんですけどもまあ気づきにくいですよねこれはね。うん、結構ねこの 賢くないとわからないとか、賢くないと見えない世界っていうのがあって、まあ、頭がね、錆びついちゃってると、何にも見えないんですよね。で、見えてるつもりになっちゃうから、立場悪かったりするんですよ。まあ、それがですね、まあ私がずっと考えている、見えないものを見ようとしてるのはもういいと。見えてるものが見えてますかってことなんですよね。見えてるはずなのに何にも見えてないというね。うん。まあどこに、まあ、お前の目は不穴かって昔からありますけども。 不思議なだらけで、ただね、目ん玉がついてるだけ、穴ぼこが開いてるだけみたいなね。で、せっかく頭もついてるのに、使うことなく生涯を終えるんですよね。人生で無駄なことは何一つないはずなのに、なんでこんな無駄なことばかりが起きるのかなと、とまあ、いう評価ですかね。無駄なものを無駄にしない、そういう工夫できる、まあ、頭脳がここに備わってなければ、見る目がないまんま時間が過ぎて、 終わっってていいくのかなってことでございます細木家族さんはね亡くなったんですけども実際穂月家族さんがこの言葉を言ってるとしてもこの細木家族さんが編み出した言葉かどうか分かりませんし細木家族さんがそれをねちゃんと自分のものにしてるかどうか分かりませんただ誰が言おうとあ確かになこれっていうふに気づける人と気づけない人がいるんじゃないかなってとことですかね。いってらっしゃい。